はい、この次は、パヘルベルのカノンになります。バイオリン3台が同じメロディーを、2小節ずつずれて演奏するという曲になります。で、バイオリン1、最初に出発するのがバイオリン1、それをゲストの人、それから僕、それからバイオリン3はパソコンのミューズスコアから出ます。あと、通奏低音のチェロとピアノのミューズスコアから音が出ます。はい、それでは行きたいと思います。パヘルベルのカノンです。Thank you.
カヘルベルのカノンでした。今日はなんか割と調子はいい方かもしれません。はい、では今日は肩もあんまり痛くなかったので良かったです。